ブラジル代表 FW ネイマール32の復帰がさらに伸びそうだ。イギリスメディアギブミースポーツは9日、ネイマールは現在11ヶ月離脱しているが復帰までにさらに数ヶ月かかりそうだと報じた。写真、病院のベッドで治療を受けるネイマール。昨年10月、W 杯北中米大会南米予選のウルグアイ戦で左膝を負傷した。 左膝前十字じ帯、じ帯と半月板損傷で手術し、リハビリを続けてきた。復帰に向けてこのほど、テストしたが、サウジアラビアのフィジカルスタッフによると、ネイマールは最近の医療テストをクリアできなかった。試合復帰は現段階では難しい。ジャンプした後の着地で、膝に弱さが見られると同メディアは伝えた。 23年夏にパリ・サンジェルマンから移籍金7800万ポンド、約150億円でアルヒラルに移籍した。アルヒラルで出場したのは公式戦5試合のみ。ギブミースポーツはネイマールの遺跡はサッカー歴史上最も遺跡金の無駄遣いとされる例となるだろうと伝えた。